はあ、ったく。はあ、
隊決勝。最も強い者は一人でいい。それがそしてその答えを決する場がこの決勝なのです。とんでもない参加人数の中、激戦を勝ち抜き、今ここに最強に近しい2名が立っています。会場がざわついていますね。そもそも決勝はナルト選手と日向選手の試合だったはずでは。はい、それについて大会本部から連絡が入っています。当初決勝には日向選手が出る予定でしたが、やむを得ない事情があり棄権することとなりました。しかし決勝が不戦勝では不満噴出の恐れがあるため、代理出場を決定したとのことです。どうやら会場全体は納得していないようです。ええ、不満に包まれていますね。当然でしょう。あの渦巻きナルトを前に突然見知らぬ者が出てきたのですから。お前よう、久しぶりだな。今さら何の用だ。そんなの決まってんだろ、俺の体を返しにもらいに来たんだよ。ふん、俺がそれに応えるとでも思ってるのか。まあ一筋縄じゃいかねえだろうな。その通りだ。わかるか、今この会場はみんなが俺の味方だ。みんなが俺を見て、みんなが俺に関心を抱いてくれている。里を歩いてもそうだ。みんなが俺を慕って声をかけてくる。俺は渦巻きナルトとしてこれからも生きていくんだ。へえ、それはどうかな。お前がやってるのは自分から逃げているだけだ。そんな軟弱な奴に俺は負けねえよ。言ってろ。睨み合う両者、その心の内は相当に燃えています。いい気迫です。これは白熱の試合が期待できそうですよ。ここで決勝の準備完了の合図。いよいよですね。忍界全土の視線を一斉に浴びる中、忍界舞踏祭決勝が幕を開けます。どちらが勝利するのか。ここで勝利を収めた者が忍界最強です。さあ、運命のカウントダウン。5 4 3 2 1、忍界舞踏祭決勝開始。戦闘開始。さあ始まりました、忍界舞踏祭決勝。この一戦に勝利した者が最強の称号を手に入れることができます。しかしこの突然の参加者の実力は未知数。一体どのような決勝になるのか誰も見当がつきません。まずは私たちも様子見をしたいところですが。さて、どう動いてくるでしょうかね。よっ、よっ、距離を詰めるんだ。ナルト、ナルト、ナルト。会場全体はナルト選手を応援しているようですが、これはどれほど影響あるでしょう。私たちの想像以上にあると思いますよ。応援をすると勇気づけられますからね。ということはナルト選手は有利ということですね。ええ、逆に対戦相手のメカナルト選手は厳しいでしょうね。ああ、
距離を詰める。すると攻略。距離を詰めた。応援に差があるとはいえ、やはり決勝の戦いはすごいです。メカナルト選手がここまで戦えるとは正直。予想通りの結果だ。俺が負けるはずはない。勝負あり。そんな弱い心じゃこの俺は倒せねえぜ。にしし、どうだ。苦労したぜ、ここまで操るのは。なんということでしょう。当初、優勝候補だと思われていたナルト選手が、謎の挑戦者相手にボロボロです。会場が静まり返ってますね。戸惑っているのでしょう。突然現れたおかしな輩が、会場全体から不満や非難を受けたにもかかわらず、善戦したのですから。正直、予想外のことに驚きと、そして関心を示しているのです。なるほど。だが、まだ負けていない。まだ来るか。何度でもやってやるってばよ。俺はみんなから認められた存在だ。そんな俺が。みんな、それってば今でも言えるか。何？さんなら！メカナルト！メカナルト！僕は応援してるぞ！頑張って、メカナルト君！行け！ナルトなんてぶっ倒しちゃいなさい！へへ、お前の応援だけじゃなくなったな。そんな、俺は渦巻きナルトだぞ！みんなから認められていたはずだ！どんなに苦しい状況でも努力すれば道は開く。このまま俺が勝てばお前への歓声は俺にもっと傾くかもな。さあ続きをやろうぜ。体が言うことは、このままでは。そうか、まだあの手が残ってるじゃないか。うん。精神入れ替え。おっと、これは一体何が起こったのでしょう。わかりません。特に両者の間に変化は見当たりませんが。うん、これでよし。おお、戻った、戻ったってばよ。いてててて。どうやら戻れたようだな。よかった。やっぱ自分の体が最高だな。うん、体中痛いけど。喜ぶのはまだ早いぞ。お前の体はボロボロだ。形勢は逆転だ。へえ、それはどうかな。エラズ口を。おっと、一方的な攻撃です。勝負を決めに来ましたね。これは圧倒的。ナルト選手、勝負ありだな。勝手に決めつけんじゃねえ。なんとまだ。すごいですね。彼の持つ諦めないど根性ってやつでしょう。まだまだ、俺は負けねえぜ。よっしゃー、やっちゃえナルト。いいぞ、まだいけるぞ。やっちゃいなさい。頑張れナルト君。そんな、また会場か。まだわからねえか。人を動かすのは
体じゃねえんだよ。人を動かすのはな、ここなんだよ。グサン、さあ決着つけるぞ、メカナルト。戦闘開始。距離を詰める。決勝も後半戦です。こちらの余裕はなくなっているのですが、あとは気力勝負と言ってもいいでしょうか。ナルト選手は先ほどのダメージが心配されますが、よっ、これはただの忍びではありません。ここから必ず巻き返してくるはずです。どちらが勝利するか、この目で確かめましょう。最初は完全にナルト選手側だった応援がいつしか五分五分になっていますね。どちらも素晴らしい戦いをしていますから、それに観衆も加わったのでしょう。観衆を巻き込んだ大決勝戦、どちらが勝利するのでしょうか。さあ、いよいよです。終わりが見えてきました。よっ、最後に立っているのはどちらか。今、忍界に住まう全ての者たちが固唾を飲んで見守っています。決着はもう間もなくです。距離を詰めるとバックダッシュ。あー、見せた。グワグワ、二重だな。本物はどれかな。よっ、二重だな。俺ってな、いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。パワーダウン、勝負あり。勝負あり。優勝は渦巻ナルト。やったぜ。グー、俺が負けたのか。お前は焦りすぎなんだってばよ。お、お前は絶叫か。お前の説教など聞かんぞ。そう言うなって。ちょっとだけ話を聞いてくれよ。勝手にしろ、どうせ。あのさ、
俺、お前の体になって初めてお前の気持ちが分かったんだ。誰からも認めてもらえない。すげえ、昔の俺も同じような目で見られてたし。でも、だからってお前のやり方は間違ってたんだ。俺の体と変わってもそれは解決にはならねえ。結局自分の体で、自分の心で、みんなに分かってもらえないと自分から逃げることになるからな。俺は早くみんなに認めて欲しかったんだ。だからそれが間違いなんだ。みんなに認められるってのは、とにかく一生懸命努力して少しずつ、俺もずっと頑張ってやっとここまでみんなに認めてもらえるようになった。お前も俺と同じだったのか。大変だった。でも逃げなくてよかったと俺は思ってる。俺は失敗した。だからもう一度の失敗じゃねえか。それとか今まで何度も失敗して何度も怒られた。じゃあ俺もやり直せるか。当たり前だろ。つが俺の名前を真似てんだから、そんなことで諦めてもらっちゃ困るってばよ。お前が俺の名前を真似たんだ。こうやろ、まだ嫌がんのか。俺は譲る気はないぞ。上等だ。ちゃんとお前の記憶が戻ったらその辺はっきりするかもしんねえな。楽しみだ。お前まさか。さてと、そろそろ表彰式かな。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。しかし決勝ではまさかの展開が起こりました。突然の選手交代には会場全体が動揺し、歓声は一方的になりました。ですがどちらも予想外に前線する様子を見て、観客の皆様も、そして私たちも声を失い、歴史に残る素晴らしい戦いが繰り広げられました。結果勝者は渦巻鳴門選手に決まり、その大歓声を一身に浴びています。個人的には対戦相手も称賛したいですね。彼がいなければここまでの感動は生まれなかったでしょう。確かにそうですね。それではメカナルト選手に健闘を称える拍手をお願いします。そしてその激戦で勝利をつかんだ忍界最強の渦巻鳴門選手へ改めておめでとうございます。そして皆様、今一度大きな拍手を。さてここで終了の合図が鳴りました。熱い戦いが繰り広げられた忍界舞踏祭もついに閉幕です。予選、本戦、そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、いくつものドラマが生まれました。これまで解説を行ってくださった四角さん、本大会の感想を簡単にお願いします。そうですね、優勝者は突然の展開にもしっかり順応し勝利しました。実力もさることながら彼の気構えも素晴らしかったですね。なるほど、どうもありがとうございました。
この忍界舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し、忍界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。今後こうした大会が2回目、3回目と続き、各国に住まう人々の絆がさらに強固になるといいですね。はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。忍界最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍界舞踏祭、これにて終幕です。これまでお付き合いいただき本当にお疲れ様でした。それでは皆様、また会う日まで。さようなら。日向さん、騙しててすみませんでした。うん、いいよ。こうしてちゃんと元通りになったんだし。う、やはり優しいですね。僕は感動で涙が。そういう話はまた今度やるってばよ。まずはこれ、返しとくぞ。おお、大事な人形。そんで、あとはこれな。しかし、いいのか、本当に。せっかくお前が優勝したのに。俺ってば、もともと副将に興味はなかったし。それより、記憶がなかったらいろいろ不便だろ。だからまあ、それくらいくれてやるよ。ナルト。よかったね、メカナルトくん。はい、嬉しいです、とても。それでは、早速。ドキドキするね。これはどうだ、何かいろいろと思い出してきたぞ。ようやく戻ってこられたな。新章石確認、メモリ回復 100%、 キュービモード起動。おい、大丈夫か。感謝するぞ、貴様ら。なんだってばよ。
お前は？俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つの人格、キュービモードだ。キュービモード？そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよみんな、こいつさっきまでとはまるで違う。久しぶりだ、こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ、ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは、いまいましい。封じたって、おいお前。だがこれで俺様は自由だ。さあ破壊を始めようか。人界全土を破壊し尽くしてやる。メカナルト君、あいつ。雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。はあ、やられたな。もう少し調べが早ければ。しかしさすがは破壊兵器といったところか。少ない時間でここまで被害を出しやがると。何か掴んだんですか、師匠。メカナルト、姿形が妙だったんでな。裏で暗部に素性を調べさせていた。で、あのメカナルトの正体は。さっきも言ったろ、やつは人界を我が物にしようと企むある人物に作られた破壊。そしてナルト、お前に似ている理由もここに。どういうことだ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなんだ。うちに秘めるってクラマのことか。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト。ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード、かたやキュービモードは破壊のみを司るモード。その二つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの我も強烈に強すぎた。開発者の思惑と異なってな。結果テスト起動の際にキュービモードが暴走、周囲を破壊しただけにとどまらず開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分になってて。多分だけど、それってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが。確かにあいつ言ってたわね、ノーマルモードのやつ。まさか俺の記憶を封じるとはって。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。うん。なんだよ、だったらあいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。
だが忍界は黙ってはいられない。被害が出ている以上奴を止めなければならない。すでに五大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちを出動させている。この葉隠れも例外なくな。俺はそんなのやらせねえ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービーモードの勝手なせいで破壊される。そんなこと、そんなこと俺は絶対させねえぞ。ナルト君、あいつがどれほど吠えようと、どうにも。師匠、あのよ、あの、
戦闘開始。迷わしねえ。勝負あり。サンキュー。頑張って。仲間も人界もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。戦闘開始。
死ね。勝負あり。仲間も人界もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。戦闘開始。死ね。勝負あり。サンキュー。頑張って。仲間も人界もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。Hey.